はい。皆さん、こんにちは。マネルグリフィッシュです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、ドラマティックモードの続きをプレイしていきたいと思います。前回は、ボヤージ1クリアしてますので、今回はボヤージ2ですかね。モルッカ海峡雷撃戦。まあ、雷撃っていうのは、まあ、魚雷戦ですね。今回からいよいよ空母を相手としたミッションになるんですかね。通常にあらずというのは、まあ、核を搭載していると、まあ、そういう、まあ、ブラフというか脅しというか、まあ、そういうことですね。シーバットっていうのは、まあ、最新の元帥、まあ、この中ではヤマトと呼んでいる潜水艦のことですね。何ーと、まあ、何言ってるんだってなりますよね、普通はね。これは海上自衛隊の、ディーゼル型の潜水艦、竜波ですね。映画の中では玉木博さんがですね、竜波の艦長をやってましたね。映画の中でも、このヤマト、まあ、シーバットの中で、この二人がね、相対するというシーンありましたよね。まあ、確かに核搭載の元帥であれば相当脅威ではありますよね。まあ、減衰はですね、基本的にエネルギーの補給とかも不要。まあ、もちろんね、食料とか水とか、まあ、そういうものは必要だとは思うんですけども、まあ、使用的には半永久的に潜水することも可能なわけで、まあ、人知れず、誰にも気づかれず接近して核を、まあ、撃つことができる。まあ、そういうことですよね。
アップトリム1杯、震度50につけ、耐性ロケット弾の爆発震度は洋上艦への被害を考えて100メートルより深いはず。本艦の真上に立つ波、距離5メートル。そうか、あえてちょっと浮上して、爆雷の、まあ、爆発から逃れようと、まあ、そういう作戦ですかね。まあ、5メートルという近さで、仮に竜巻が、まあ、爆損した場合はですね、もうこのヤマトも相当な損害が出ますよね。続いては対水戦艦作戦になりますね。魚雷発射音ほぼ正面、距離8,004本。ボトムしている潜水艦からの攻撃は誘導魚雷の可能性が高い。副長に目ず迫る魚雷4本を返せよ。これカッターを使うんですかね。優先魚雷ということなので、まあ、こちらに対してですね、リモートからコントロールして、ぶち込んでくると。まあ、そういう作戦だと思うんですが、正面の方向より魚雷4本。魚雷の動きを見れば、どちらの誘導方式かわかるはず。2つの防御魚雷を使う。ちょっとわからないので、ここはもう魚雷ですね。デコイとカッター両方使いましょう。でまずは、デコイを発射したので、もうちょっと距離が近づいてからカッターも使いましょうか。まずは正面同士なんで、これで確実に。うっ!食らう!これは食らうぞ!カッターが間に合わない!距離が近すぎるな。直撃を受けた。どの誘導方式であるかの見極めができてない。そうだね。直線移動する。次こそは頼むと。そうですね。ちょっとじゃあ、やり直しですね。まずは、舵をしっかり切って回避運動を取りつつ、カッターを打ちましょう。基本的なところがちょっとなってなかったですね。なので、まずはしっかり移動したかったけど、移動もさせてくれないか。微速前進を維持。じゃあ、もうここはカッターを打ちましょう。まあ、カッターというのはリモート優先のその優先を切るっていう、まあ、そういう魚雷ですね。なのでしっかりカッターを切りましたね。で魚雷の第2弾。これもまた回避ができないかな。これも、まあ、一旦カッターを使いましょうか。まあ、両方使うというのが一番良さそうですけどね。これ、漫画を追うという原則を追うというステージなので、まあ、ここで魚雷を使い切ってどうのっていうのはないと思うので、まあ、しっかり、両方使っていきましょう。まあ、カッター使うし、デコイも打っていくと。なんで今、デコイとカッター両方打った状態ですね。かわしきりましたね。今のはカッターだったのか、デコイが効いたのか、ちょっと不明量ではありましたけど、おそらくカッターが効いたような動きでしたね。デコイがはまった場合はですね、まあ、基本的には、まあ、ぶつかると。魚雷同士が、まあ、ぶつかるっていう動きをするはずなので、今回は、おそらくカッターが効いたのかなと。あそこも同じくカッターが効いてますね。今、魚雷、デコイを打った。まあ、そういう状態です。で敵、魚雷の発射位置が特定できた。5ノット制限解除。正面にダラスと。ダラスの近くにある沈没船を狙う。副長に命ずる。沈没船を魚雷して、ダラスを撃沈せよ。おー。
こでダラスを打つのは、まずはちょっとアクティブソナーを何回か打ちたいんですけども、その前に微速前進から20ノットまで上げましょう。そしてアクティブソナーを打ってドライの装填準備考えていきます。ドライ今回はマーク48とマーク50がありますね。同心度以下の攻撃に有効という、このマーク48を使います。フォーミング弾にしておいて、狙うのは沈没船。ちょうどタイミング的にはね、当たるんじゃないかなと思うんですけど、どうだろう。ちょっと早かったかな。ダメージは与えてると思うんですが、ダラスが沈みます。ダラスを撃沈しましたね。敵潜水艦が巻き込まれた模様、ダラスを撃沈。艦長、ボトムしている残りの米元帥軍、依然動きがありません。ボトムっていうのは、まあ、海底で、まあ音を立てずに潜んでいると、まあ、こちらの動きをね、徹底的に、索敵探知していると、まあ、そういう状態のことを指しています。アクティブソナーを打つか、おとりとしてデコイを打つか、ここちょっとおとりとしてデコイを打ってみますか。先に魚雷を打てばアクティブソナーを打ったのと同じ、格安の一瞬のチャンスを狙う。なるほど。シンフォニー、モーツァルト、艦長、シーバットは後ろですということで、ここはモーツァルトを流してまた撹乱するという、海洋の得意のパターンですね。通りかーじいっぱい、右舷方向にかざす。火事はこちらに来ていますか。距離20、ガーッとなってますね。正面からシンフォニー、距離500、シンフォニー本艦と同じ衝突コース。いや、これはすごいですよね。なんといっても目視ができないので、敵の動きを読むにも、まあ経験値なんですかね、すごいですよね本当に。タンク注水音、ダウントリムをかけてきました。艦長、シーバットの後ろにデンバー、ほぼ魚雷を使わずに減衰を次々に撃破しますね。本艦のキャビテーションノイズがデンバーの存在を隠した。自らの未熟をたっぷり食いるがいい。残る減衰はリトルロック以下の負傷に根ず、リトルロックを撃沈せよ。そうか、リトルロックとはじゃあ魚雷戦ですね。モルカ海峡の雷撃戦という話になってましたからね。ではちょっとここからリトロックをですね、索敵するところから始めていきましょう。先制攻撃を仕掛けるということですね。まああんまり移動を細かくしてこちらの位置を知らしめたくはないので、まあ、微速前進の状態を維持しつつ、一度進路をボトムに取りましょう。で、アクティブソナーを打つ。ボトム進路、これより作成を開始。では、ちょっとこちらもですね、完全に停止しましょう。今が完全に停止した状態ですね。ボーイ302。なるほど。ではちょっと作敵画面を見ましょう。
リトロック、現在、航行中ということなので、ちょっと監視をそちらの方に向けます。離速前進。では、敵の減衰が、どこに進んでるかですね。まあ、沈没艦なんかもあるので、しっかり沈没艦等をかわしながらですね、敵の位置を探っていきます。あ、来ましたね。今画面の左にちらりと映ったのが、リトルロックだと思うので、こちらはですね、沈没船の影からちょっと狙い撃ちをしましょう。アクティブソナーを撃つとこちらの位置がバレてしまうので、このまま敵の横について、ホーミング魚雷を、まあ、撃っていくというのが一番良さそうなので、このまま不足前進を続けます。さあでは魚雷をもうちょっと撃つために進路をちょっと浮上します。魚雷を撃つために進路を上げる、500まで進路を上げて、そして魚雷を撃ちましょう。10本搭載しているもの、これをですね、ホーミングで撃っていきます。さあ、横っ腹に当たるか。何？敵も撃ってきた。かわしたのか。ちょっとこちらも、急速、先行しつつ、回避しましょう。回避できた。回避できましたね。いや、これこそまさに魚雷戦だ。かなり熱いな。はい、魚雷を命中させました。魚雷命中。ただ撃沈まではできなかったのかな。もう何本かちょっと撃つ必要が ありそうでしたね。あと5秒、5秒あれば仕留められるかな。さらに追撃のホーミング弾も撃ちましょう。で、こちらは減速します。近すぎるかな。魚雷命中。撃沈した。あと4秒というところで撃沈できましたね。よくやった。これは我々が真の自由を得るために避けることのできない戦闘。本当にギリギリのところでしたけど、残り4秒でリトルロック撃沈です。我が国はこれから日本と軍事同盟を結ぶ。進路を北に取れということですね。はい。というわけで、今回は本格的な魚雷戦、やってみました。いかがでしたでしょうか。なかなか難しいですけど、まあ地味な部分はね、もちろん潜水艦のゲームなのであるんですけど、個人的にはすごく面白いですね。では、今回ね、第2話ここまでとさせていただいて、次回ですね、第3話をプレイしていきたいというふうに思います。